はい、メイコです。フィアナだぞ。今日もまた先人たちに聞きたいことがあります。今日は何を聞く？今日はこちらです。ホーロ術は男なのか女なのかどっちなの？これについて話していきたいと思います。厳密に言うと、ホーロジットスイカ蝶ね。その名前どこかで聞いたな。そうなんですよ。この二人はつい先日ですね、ランキング動画を出したわけですよ。イケメンのやつか。そう、イケメンランキングトップ10ね。まだ見てない人は、そちらを見てから、こちらを見てください。ここからはその動画のネタバレを含みますので、なるべくそうしてほしいですね。見てやってくれ。ここからネタバレを含みますけど、私は先日のそのランキングで、ホーロ術を1位にしたわけよ。そして、スイカ蝶は、惜しくもランクインを逃した、残念なイケメンとして、紹介したわけだけど。そうだったな。で、まずは私がどうやって、イケメンを選んでいたかと言いますと、ビックリマンの公式の検索があるんだけど、あれで1段から35段までのシールを全部見ました。36段もネットで確認しました。要するに本段のシール全部確認したわけ。ご苦労だったな。それでイケメンだと思うシールをピックアップして、ランキングしたわけだけどさ。要するに、本当にシールのデザインだけ見て決めていたわけよ。そして、私はまだビックリマンのストーリーとかわからない人だからさ。ほんと、見た目だけで選んでいたわけね。ところが、あのランキング動画を出したところ、コメント来まして。どんな？ホーロ術、スイカ蝶って、女じゃなかったのと。男ではないのか。私はそう思ってたんだけど、だって胸があるわけではないしさ。男だと思ってたんだけど、そう言われて、ちょっと調べてみましたところですね。驚愕の事実が判明したわけですね。どんな内容だ？まずスイカ蝶についてなんだけど、セントウォーマン、スリーワンという舞台みたいなのがあるのよ。メンバーはスイカ氏、スイ水氏、スイ蝶氏なんだけど、こちらね。女の戦士か。そう。これ見ればわかるよね。で、この3人が最終決戦で合体した姿が、このスイカ蝶なんだって。だから、名前がスイカ蝶なのか。そうそう。真ん中の文字を取って、くっつけてるわけよ。なるほどな。同様に、ホーロ術も、セントウォーマン、セカンドというのがあるんだけど、セイロ氏、セイホー氏、セイ術氏の3人ね。こちらね。これも女性か？そう。三人とも女の子なんだけど、しかも強いらしいんだけど。そうなのか。この三人が同じく最終決戦で、合体した姿がホーロ術であると。この二人は、女の子同士の合体で生まれたということなのか。そうなのよ。だから、女の子が合体して、できた天使なら、普通に考えると女子ではないのかと。そうなるわけよね。まあ、普通に考えればそうなるよな。ということはお前間違えたのか。そうね。もし、女の子であるなら、大きな間違いよ。スイカ蝶は、まあ、ランキング外だからいいとしても、ホーロ術は、1位にしてるからね。そうだな。また訂正と謝罪か？いいや、まだ私は謝らない。なぜだ？確かに。それを知った時はやばいと思った。大失敗したかもと思った。けど、ビックリマンの世界は、我々の常識が通じる世界ではないわけでしょう。なんせシソジュラに飲み込まれたゼウスが、なぜか後に脱皮してブラックゼウスになったりするわけだしさ。生きてたんかいと、普通死んでるだろうという話じゃない。まあ、そうだな。だけど、生きて、蘇るのが、ビックリマンの世界を合体したら男になったかもしれないでしょう。なるほど。そこで私は公式の見解めいたものを探したわけよ。男なのか女なのか
はっきりとした証拠が欲しいと。それで Google さんの力を使い、探してみました。それで見つかったのか。残念ながら、私が調べた限りでは、この二人の性別に関する、公式的な見解は見つけることはできなかったです。なかったか。なかったけど、だけども、私にとって、追い風となる情報はいくつか見つかった。どういう情報だ？合体したら男になった、ということを述べているブログをいくつか見つけたわけよ。要するに、我々よりも知識のある人が、そう述べてたのよね。あるいは、合体したことで、性別が変換されたとか。それがもし、本当なら、私は何も間違っていないということになる。では、結局男だということなのか。先人たちがそう言ってるということは、男だという信憑性は高まってはいる。だけども、結局そう言っている根拠がわからないわけよ。もしかすると、私と同じように、デザインにて、これは男だなと思い込んでそう言っている可能性はあるわけじゃない。なるほど。なので、ここで改めてお聞きしたいのは、スイカ長、ホーロ術の性別に関して、男である、女である、どちらでもいいですが、何か公式的なところでの根拠みたいなのを知ってる人がいたら、ぜひ教えてほしいですね。例えば、一番可能性が高いと思うのは、私はアニメだと思ってるんだけど。アニメか？ビックリマンのアニメで、この二人が出ていて、男性が吹き替えしてたりすれば、男だと確定するでしょう。あとコロコロにそういう記述があったとか。コロコロか。もしくはビックリマンのキャラ図鑑みたいなのも販売してるから、そこに何か記述があるかもしれない。なるほどな。なんかそういう根拠みたいなのをご存知の方はぜひ教えてほしいです。教えてやってくれ。一番確実にわかる方法はあるにはあるんだけどさ。なんだそれは。丹後博士かグリーンハウスに聞く。絶対に知ってるはずじゃない。丹後博士は言わずもがなだけど、特にグリーンハウスは指定があるわけだから、デザインした人は男か女か知ってるはずなんだよね。それはそうだろう。だけど、聞く方法がないからね。あればね、簡単なんだけど、そんなことはできません。でも、丹後博士やグリーンハウスの人が見てるかもしれないぞ。もし見ていたら、ぜひともコメントください。答えが知りたいです。というわけで、ホーロ術、スイカ長の性別は男なのか、女なのかについてやってきました。仮に女だとしたら、ランキングどうなるんだ？女だとしたら、もちろん、ホーロ術は1位から外して、それぞれ繰り上がって、10位に34段のブラックゼウスにします。随分と若くなったな。ブラックゼウスね、どんどん若返ってる感じがするよ。とにかく、そういうことでよろしくお願いします。頼むぞ。